はい、それでは2月21日金曜日、立川ゲームオソロ5号店ブレイブルクロノファンタズマランバとシングル戦始めたいと思います。盛り上がっていきましょう。イエーイ、わーさあ、本日はシングル戦何名だ、13来てくださいました。まあね、ついにイグザードもね稼働したっていうことで、今日はなんとね、結構レアキャラ祭りなんで、なかなか楽しみにしててほしいんですけど、最初に出てくるのはレアキャラでもなんでもない光る隊一人暮らし。ついにあの高弘さんが一人暮らしを始めるということで、これからもう高弘さん家泊まり放題、遊びに行きたい放題なんで、皆さんぜひぜひお越しくださいといったところで、まず駒上げ2連続と大胆なタグを通していく。さあ、ギルティーをさっきまでずっとやっていた高弘さん、ブレイブルールの方はどうなのか。それに対してさっきまでずっと1回で LOV をやっていたヒカル、どっちもこのゲームを今日は1クレもやっていないような気がするんですが、大丈夫なのか。コンボはできているぞ。できない、ごめんなさい。さあ、やはり互いにブレイブルールをやっていないせいで、おお、やっていないせいで全然コンボができていなくて、高弘さんに関してはインストールゲージ5本を何も使ってないんでね、完全に浮いてますとか言っていたら、昇竜拳打って、おお、見えてる。さすがにこの辺の昇竜拳はさすがですね。1、2の3段いつもの決めて、まあレアキャラレアキャラっつって、まあ俺ももうほぼレアキャラなんでね。レアキャラ中のレアキャラが結構今日は揃ってるんでね、なかなか面白いんですが、さあこのとりあえず1ラウンド目は高弘椿、一人暮らし椿が制したんですが、第2ラウンドはもういいよ第2ラウンドも相変わらず高弘椿が攻めている。さすがにね、格ゲーをやっているかカードゲームをやっているかの差とか言ってたら、えげつない指導からど下手くそでしたね。いや、ちょっとゲームやってない人間の動きしてますよこれ。さあ次どうする。じゃあウンデル対ウンデル対水木さん、じゃあお願いします。 B 兄弟で、さあ運営で目を離している隙に、結構体力をいい感じで減らしているのは白面側ですね。うん、なんやかんや言って実力は拮抗しているといったところで、これは D 風からのオーバードライブ発動、これは結構いいダメージと思ったらやっぱり下手くそでした。さあ互いにこのゲームはやっていない人間の動きからのホームランはオーバードライブ版でしたねさあ飛んだ茶番でしたが、何がともあれ一人暮らしの勝利です。じゃあキリスト対明石、さあ、久しぶりに来てくれましたキリスト誠、まあ、今日はキリストで参加してくれましたちょっと集団に文句がありそうでちょっと怖いんですけど本人はジーザスって言ってる。下りから拾ってジャンディはできず、逆にセーブ込まれてしまう。勝利で切り返して吹っ飛ばして走る、あー怒られてバース入っていく。立ち位カウント、こちらもバース入っていく。 6C が入って、これは痛いしろ。 2C からのなんか出なかったのかな。 2C 6B 当たっている。バックスで拒否って触ろうとしたんですが、ジャイが強くてターンは入れ替わってしまう。立ち回りグッサクで無理やりターンをもぎ取っていく。ジャンディからああいう力のセリカットのアズラエルが1本目は明石アズラエル、2ラウンド目 2B、 さあ必要 2B をやっている。じゃ投げてるのはアズラエルがだった。下段から、あーこれは下弱点からこれはもう一回ついてしまう。あー勝利を怒られてこれはいかんいかんではないのか。キリストが6B は立っている。今日は見ているぞ。
かった、はい、じゃあちょっと上入ります。あーじゃあどうしようかな、もういいような気がする。まあ、とりあえず実況始めましょうか。スカーシー下段から 2D 6A から浮かして 6C なんもで、あーアストラル決まってしまった。勝ったのはアカシアルザエル。俺もう負けたことになってる。え、これ間違った、間違った、これ間違った、何が神だよ、もうくそー。さてさて次の試合ですね。まあ今日はレアキャラ祭りということで出てきてもらいました、光の戦士ゴロ。俺今年入って初めて会うんですけど、このゲーム全然やってないって言ってたんで大丈夫ですかね。まあ多分俺が1年間しっかりやり込んでのと、五郎さんどっちが強いのって言われたら多分五郎さんの方が強いんで大丈夫ですね。多分そんぐらい強いんで五郎さんは、まあ中身がしっかりしてるんで大丈夫でしょう。けど相手はあんまり相性のよろしくないミュウって言おうとしたらこの体育ですよ。うめんだけど、さあ意外と覚えてるぞこの男、覚えてるか、覚えてるのか、あ覚えてる、結構あ覚えてますね。この空対空からのジャンプ D までしっかりつないで 5D まで、そしてコメント受け攻めからの飛んで、ここはセルザミは暴れていくが、フルの剣ラピッドキャンセルからこれ位置を入れ替えて中央での攻めゲーケツラピーからジャン CC で降りてくるが、これは距離が合わない。このミュウのジャンプ 2C がやっぱり強いんです、いろいろ負けちゃうんです。さあ立ち回りがきついのはもう人間力でごまかすしかないが、増やした、すげえ走ったぞ。下段下段、これはビットで逆に見えない、うわー大喧嘩です、すごい喧嘩から、うまい、しかしこれは運がないか、しかしあうめえうめえ、なんかわちゃわちゃしましたが、このラウンドは五郎誠が取っていく。うわーうわー、なんか出ましたね人間力、人パワー強いです。あーあー、とんでもねえ指導入ったな。まあなんだかんだであんまりダメージは変わんないんですけどね。おっとこの男本当にやってないのか、うまいぞ、うつえんだけど。さあ立ち回りはやはりやっていなくても体が覚えてるっていうのはこういうことを言うんですかね。すごいしっかりした立ち回り、五郎誠この試合で見せていってくれていますが、フルの剣しっかり直下して 5B でぶん殴っていく、これはセリザビーマン、うわ対空がさっきからうまい、五郎誠の勝利です。いやー強えな、やべえぞ俺。じゃあ次、さて次の試合見ていきましょう。ユウトタオ対ゴメンさんのラグナですね。ゴメンさん結構たまに来てくれますけど、いつもはどこでやってらっしゃる方なんだろう。新潟です。新潟新潟、ああ新潟はて、あディオさんが適当に言っただけか、びっくりした、やめてやめてくださいよ、本当に分かんないから信じるしかないんで。秋葉の方らしい、え秋、あそっち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 、リプニツカヤさんですかね。リプニツカヤさんとは友達。いやごめんさい、あの本当にあんまりよく知らない人なのにこんな、ごめんなさい本当本当すみません、よく知らない人なのにもうだからロシア人だろう、なんだ新潟県民だろう、なんだサトニコワ、サトニコワスルツカヤさん。さあどこか行ってるうちにユートがボコボコ殴られている、これがロシア人の力か、絶対日本人なんですけど、絶対日本人なんですけど、煉獄、ヒオギア煉獄、無呼吸連打ですか、相手が倒れることすら許さない無呼吸連打、さあ倒れることができない、倒れることができない、やばいですね、何も実況してないですけどね。
まあ今日はちょっと身内しかいないんで、ほぼまあこういうわちゃわちゃ感ということでご了承いただきたいんですが、アウェー感出てるよ。アウェー感出てる。ごめんさんのアウェー感が尋常じゃない。さあごめんさんはこの、うわーやってしまった、8000ヘル。嘘やろ、ほんま角度、ほんま角度、5240、ほんま角度、さやかて駆動、あんあん。さあこのラウンドはね、ユウトが結構立ち回っておりますけども、ああ田岡かといえば、今日実はさっきまで関西の田岡使いの金智くんがいたんですよね。え、いない、本当に。まあいたんですけどまあ今は流星とあのちょっと2人でデート、いいなばばしません、男のやばばしません、朝までゴムテレビダメですよ、俺とディオさん揃うと喧嘩商売の話しかしなくなっちゃうのが喧嘩商売の話で一晩終わっちゃうんで。まあ金次君強かったですね、本当。まあ流星と金次君があの飲みに行くっていう、飲みに行ったっていうが信じられませんね。もう俺が流星と俺初めて会った時って、あいつまだ高校の制服着てたんですよ。それが飲みに行く年になるとはもう怖いですね。とか言ってるうちに、ごめん楽な頑張っている。さあすごいちゃんと田岡が相手に頑張ってるのに、実況とガヤがこんなですごい申し訳ないんですけど、クーナゲ、これはワンチャンス、田岡かなら十分につかめるが、ここでラグナガはもうめんどくさくなる前にバーストを打ってしまうという3段。これで状況的には田岡が有利と言っていいレベルですが、ガゴブ最後は冷静に差し込んでいく、ごめんラグナの勝利です。いい試合でしたね。